はい、早起きは朝もの徳、長月の25日の配信ですね。今24日の朝6時36分、前日の朝に収録ですけども、はい、今日はちょっと大冗談にいたけたかなタイトルですね。一億総無責任社会という、まあこれ一億総なんとか社会っていうのをちょっと作ってみようかと思いながらいろいろ考えたんですが、まあ一億総無責任社会ね。みんな見て見ぬふりをするという結局はね、いろんなこと言うんだけど結局は見て見ぬふりをする社会になっちゃったのかなみたいなね。まあそんなことなくてみんな一生懸命生きてるし、目の前の現実とね、に向き合って一生懸命格闘してるんですけどね。だけどこうだんだんその射程が短くなってるというか、やっぱ手に負えることが少なくなってるというかね、で手に負えないことは全部見て見ぬふりをするという風になってやしないかという、で手に負えなくな、負えないことが増えてきちゃってるっていうねことも一つ原因なんだと思うんですけども、やっぱ最後まで責任取るっていう感覚がだいぶ衰退してきちゃってんじゃないかなっていうか、それをやるやつはバカを見るというか、やっても無駄みたいなね、話になってる部分が結構多いんじゃないか。で結局見て見ぬふりをする。例えば路上で誰かがイチャモンつけられててもみんな見て見ぬふりをして素通りするとかね、誰かこうもう杖をついて歩いてて、こけたおばちゃんおじちゃんがいたとするとね、誰も手助けしようとしないとかね、いう光景やっぱ目の当たりにするわけね。関わらないっていう、まあそれはね、例えば何かあってイチャモンつけられてるの注意したら逆に刺されて殺されちゃったみたいな事件が起きるとね、触らぬ神にたたりなしで、関わったやつがバカを見たみたいな話になるからね、もう他人のことは関わらないみたいな話になっちゃってんだけど、昔はそうでもなかったんだよね。また昔話になっちゃうけど、やっぱ人間だもの、そこにこうなんだかんだ関わってったんだよね、何やってんだとかね、でそれが今はね、もう見て見ぬふりでさ、当たらぬ触らぬ関わらずみたいなね、いう感じになっちゃってる。でみんなスマホ見ながら歩いてんだよね。目の前を見ずにスマホを見ながら歩いてる。世の中何起きてもまあ見て見ぬふりをする。危ないところには立ち入らないみたいなね。昔は結構危ないところにみんな行ったんですけどね、そういうこう危ないところに首突っ込んでるみたいなことをする人が減っちゃいましたよね。昔はおせっかい結構行ったんですけどね。まあ映画で言うと風天の寅さんみたいなタイプね。で今さ、男は辛いよ、若い人が見るとなんだこのクソ親父みたいな話になるらしいんですよね。人情者にならないらしくて、何バカやってんだろうって関わるからいかんし、まあわけわからんこと言ってるからまあ余計めんどくさくなってんじゃないかっていう捉えられ方をしちゃうというね。まあそんな話で、男は辛いよも辛いよの時代になってきちゃったのかなとかね、思いながら、ああいう世界はもう成立しないんだろうなみたいなぐらい、まあ無関心無責任になっちゃってる。関わらない、見て見ぬふりをするっていう、ちょっかいかけないっていうか、おせっかいがいなくなっちゃったんでね、余計なおせっかいしなくなっちゃったね、ほっといてくれになっちゃうみんなね。でそれでいいのかっていうとあんまりいい感じしないんだけど、昨日そういえばテレビで面白かったね、赤塚不二夫さんのこと、 NHK だったかな、あれは何の番組だったかな、やってて、バカボンのパパね、赤塚不二夫はバカボンのパパだったっていう、そういう話やったんだけど、そのバカボンのパパね、やっぱバカボンのパパはいいですね。私大好きなんですけどね、バカボンのパパね、これでいいのだ、これでいいのだ、まあ、これでいいのだもやっぱり裏表あってね、もうバカボンのパパの場合にはバカをやった上でこれでいいのだって言うんだけど、バカをやらずに、正直者はバカを見るから、バカをやらずにこれでいいのだと言ってる人が増えちゃったっていう、何もやってないのにこれでいいのだはないだろうっていうね、それでいいのかっていうね、話かなという気がしちゃうんだよね。まあしょうがない、要するにしょうがないってね、しょうがないよねっていう、しょうがないしょうがないって諦めちゃうんだね。だから関わらない、やらない、見ない、見ざる聞かざる言わざるでね、関わらない、君子はやう気に近寄らずで、まあそれはね、自分の責任を得ることじゃないしみたいな話になっちゃってるから、結局何もやらずにこれでいいのだと言って、でそれは結局しょうがないなんだけど、でその面白かったのは、中国ではそういう何だったかな、没漢字で書くと没ね、没するの没に、法律の方に、何だったかな、もう一個言葉、三つの漢字で、何とかって言い方があって、名何とかって言い方があって、それが仕方がないよね、しょうがないよねっていう、ある意味諦めの、つまり中国はいろんな植民地になったり侵略されたり、いろんなこと起きてもそれはもうしょうがないっていう言い方があって、でそのしょうがないをもう少しポジティブに言い換えたのが、結局これでいいのだの、バカ分のパパだったみたいな話で、これは非常にいい話だったんですけども、これでいいのだね、でバカをやって、バカをやって、とことんバカをやって、これでいいのだっていう、これでいいのだと、何にもやらずに見て見ぬふりして、触らぬ当たらぬ触らぬ関わらぬ見ざる聞かざる言わざるで、まあこれでいいのだっていうと、これでいいのだの、これでいいのはしょうがないに戻っちゃうね、もうしょうがないよねって、ほっとくしかないよねって、でみんなでほっとくとね、話になっちゃってて、まあある意味一億総無責任社会、どうつながってんだか知りませんけども、まあそんな感じになっちゃって、そういう意味ではね、再びバカボンのパパとかね、風天の寅さんとかね、そんなようなちょっとバカをやる人ももうちょっと出てきてもいいのかななんて思いながら、そんなことやると不適切になっちゃうんだよね、これがね、全て不適切になっちゃうね、不適切にも程があるの安倍貞夫みたいな感じだよね。ああいう感覚が結局ダメなんだよね、
ああいう感覚を持ってはいけない、持たない、持つやつはバカだと、いう話になっちゃってんだけど、それってのは結局無責任なんじゃないかなと思ってるんですよね。だから不適切にも程がある社会、この令和の時代っていうのは一億総無責任社会になってきたと。若本のパパがいなくなり、赤塚不二夫がいなくなり、寅さんがいなくなり、安倍貞夫が演じた昭和の人間がいなくなりっていうね、感じで、体のぶつかり合いも怒鳴り合いもね、関わり合いもなくなって、足には関わりのねえことでござんすになっちゃって、小枯らし文次郎まで戻っちゃったね。まあ何の話してるか分かりませんが、とにかくこの一億総無責任社会ね、でなんとなくこう、まあそう言いながらなんか発言して関わってる人もいいんだけど、それもちょっとね、やっぱ言葉が上滑りしてる感じがするんだよね。なんか社会の現実に届いてないというか、言葉だけが宙を舞ってて、現実に対して無力みたいな言葉が多いような気がしちゃってね。だから本当に言葉が現実に届かない時代に入っちゃったなという。だけど言葉を言ってることでやった気になってる人もいるんだよね。で、言葉言っただけでやった気になっちゃ困るわけでね、これはね。やっぱ現実を何とかして初めて言葉には意味も力も生まれるわけだけど、現実を変えられない言葉っていうのはやっぱり無力だし、意味がないとは言わないけれども、やっぱり現実を変えるところに言葉の意味っていうのは本当はあったはずなんですけどね。まあそういう言葉はなくなっちゃいましたね。いろいろテレビで流れてくるのとか、ワイドショーで流れてくる言葉とか、もうみんななんか現実に届かないどうでもいい言葉をとりあえず暇つぶしなきゃいけないから喋ってるみたいな風にしか聞こえない、あるいは自己満足で喋ってるようにしか聞こえないというか、社会とか世の中とか未来に対する責任に裏打ちされたような言葉っていうのは本当に聞かなくなりましたね。聞かなくなっちゃいましたね。まあそういう意味ではみんななんかもうちょっと、なんだろう、バカボンのパパみたいに、風天の寅さんみたいにそればっかり言ってるけど、安倍貞夫みたいに、ね、小枯らし文次郎にならずに、もうちょっとちょっかいかけてってもいいんじゃないかなと思うんだけど、これちょっかいかけるとハラスメントになっちゃうんでね、ちょっかいもかけれないっていう、厄介ですね。大変だ。まあそんな話で、ワンコが眠たそうになってきましたね。お前まだ喋ってんのかよ、と言いながら、散歩行かねえのかよ、眠たくなってきちゃって、俺は朝ごはん食って、ってそんな顔してますが、そんな感じで北海道札幌は今日は雲一つない快晴、気温は10度を切りました。今朝結構一番冷えたかな。ね、9度ぐらいまで下がったのかな。10度ぐらいあるのかな。で、今週またこれから少しずつ気温が少し回復して上に上がってまた下がるんでしょうけどね。ここ3連休は本当に涼しかったというか、寒かったというか、冷たかったというか、冷たい朝の中、2階のバルコニーに座り、寝そべりながら雲一つない青空を見ながら、喋ってたらワンコが寝始めました。はい、もう待ちきり、もうお前は退屈だよ、いつまで喋ってんだよって感じで、ふて寝し始めましたので、もう散歩に連れて行きたいと思います。ただいま朝の6時48分、早起きは三文の徳、三文の徳にもならないよた話をしていますということで、和風で終わりたいと思います。今日街頭で始まったかな。